はい、水は張り替えておられず汚いですね。はい、水垢も、はい、いつも通り汚いです。カルスの大量行水ね。はい、カバに運動器具を与えていませんので、慢性的な運動不足がずっと良い飼育員以降続いて、非常に残酷な生活を強いられてます。獣舎周りも汚いですね。もう黒カビ、またカバの方も黒カビで汚いです。はい、黒カビ、水垢、ね、はい、水垢、黒カビ、もうひどいですね。はい、もうカバのね、この看板がね、一つのあれですよ。もう汚いところ全部汚い。はい、バックヤード汚い。はい、閉めっぱなし。はい、この中も全然掃除してない。汚い。草も生えっぱなし。全く意識してません。はい、汚いです。はい、公務員全員撤退堂ね。福岡市は早急に、そのプロジェクトよろしくお願いいたします。はい、公益財団法人化してね。あ、特にここをね、まあ嫌がらせで移動された菅さんを戻して、ちゃんとした動物飼育がね、できるように。そしてまたね、新しく入ってくる後輩にね、そういう方がしっかり教育指導をしてね、良い飼育員がどんどん増えていく環境づくりをしていってください。はい、そういうことで、レポート終わりたいと思います。ちょっと太郎が近くにいるんで見てみましょうか。どないやい？大丈夫か？必ずいい日が来るぞ。頑張ろう。目を見てください。かわいそうな。生き生きとしてない。ね。生き生きとしてたんですよ、いつも。生き生きとね。かわいそうにね。頑張るぞ、太郎。すいませんね。マスクの内側にティッシュをね、入れてるんで湿気取りで、喋りづらいんですけど。なあ、殿。よしよし。